こんにちは、私です。ライナーの皆さん、こんにちは。ライナーって何？皆さんどうお過ごしでしょうか？私は、今、なんやかんや、やって、ちょっと部屋の段ボールがすごすぎて、これ、部屋へ、段ボールを開けたら、シュッと、透明になって消えてください。そして、ほこりと髪の毛の謎の無限発生をやめてください。はい。そんな感じで。あ、そして先日誕生日を迎えまして、そういえば去年も誕生日だったなって思ったら、今年も来るかって思ってたら、まさか今年も来てしまいまして。それで、お手紙とかプレゼントとか本当にありがとうございます。事務所に送ってくださった方々の全部、無事私の手元に届いて、もう手紙もめちゃくちゃ読んで、プレゼントも、私のために、私のことを考えながら選んでくれたのか、これは。最高だ。私のことを考えながらこんな手紙を書いてくれたのか。めっちゃ長くなるから短くしたけど3枚分でしたって書いてる子とかもいてすごく愛おしかったです。はいね、もう日常めっちゃ日常のものがすごいありがたくて、私たくさん使わせていただいてお手紙も読みました。ありがとうございます。本当に会いたいですね。そろそろちょっとじゃあ長くなっちゃったのでこんな感じでバイバイ。